FM 西東京は、1978年から1979年にかけて、日本の東京都八王子市から送信されていた、主にポピュラー音楽を流す、超短波帯周波数変調方式の海賊ラジオ放送である。無免許で高出力送信していたため、電波法違反の不法無線局として当局に、摘発され閉鎖した。郵便局に支所箱を開設して、 リクエストはがきを受け付けていたこの放送は、八王子市在住の大学生、K と F の二人が1978年9月頃より、二人が住んでいた八王子市中野上町のアパートで、出力1ワット程度の無線機で開始したものであった。K と F は1977年に、都内の大学に通い始めた学生で、部屋が隣同士で共に音楽が趣味であったことから親しくなり、 レコードを貸し借りするようになった。レコードの持ち運びが手間となり、大学の先輩が卒論で制作した無線機を K が持ち込み、二人の部屋の間で放送を行うようになった。この放送は、同じアパートに住む30人の学生や近隣の住人にも聞かれ、リクエストはがきが届くなど思わぬ反響を生んだ。熱が入った二人は1978年11月中旬に、 東京、秋葉原で部品を買い集め、出力20ワットの高出力送信機を自作して、FM 西東京、ジョンと FM を自称、週平均3回、午後11時から午前2時までの本格的な定期的放送を開始し、K が DJ を、F がレコードやカセットテープなどの音源を再生するミキサーを担当、キャンディーズ、ビートルズ、アバなどの曲を流していた。 八王子郵便局に八王子放送研究会の名義で支所箱を開設しリクエストハガキを受け付けていた。この年の末頃から放送の存在は東京多摩地域をはじめ神奈川県西北部の中学生、高校生の間で話題となり広まっていった。出来発によって活動が終了する九百七十九年二月までの間に支所箱に届いたハガキは六百通ほどで、 バレンタインデーにはチョコレートまで送られてきたという。多摩地区は元より、新宿や渋谷、神奈川県相模原市などからも投稿があった。結局この海賊放送局は、関東電波管理局や警察の知るところとなり摘発されて終了し、二人は4月10日に書類送検された。書類送検の事実は大きく報道され、その後も日本における海賊放送の代表例として、 しばしば言及されている。この後もミニ FM が不法無線局として摘発された事例がある。なお、局名はすべて自称。ミニ FM 遠隔も参照。ありがとうございます。